手術としてやっていったんで、まあ、選手の気持ちも多少ないとも分かるつもりですし、なるべくだったら常にこう選手を見てあげる、見られてるっていうか、やっぱ選手としてはやっぱ監督を 見られてる、見られてないっていうのが一番なんかモチベーションが下がることなので、なるべくもう全体選手一人一人を、見るようにしているつもりです。でやっぱり自主練とかでも、最後まで残って選手を見てあげるっていうのが多分見られてる方が見てくれてるっていう部分でモチベーションも上がるだろうし、見られてないと何を見てんのっていう風になってしまうので、なるべくやっぱり選手を見た中で平等に、評価したいなとは思ってます。今までは純粋にサッカーできてた部分が、同級生が社会で重要な役職に就いたりっていうのを目にすると、今までこうサッカーやってたことが誇りに思ってたんですけど、自分はこのままでいいのかっていうような葛藤がすごい出てくるんですよね。で、この年齢までサッカーできてることって本当ごく一部の人間しかいないし、恵まれてることなのに、自分でブレーキを駆け出す感覚が自分にあって、だからみんなやめていくのかなっていうのが経験というか体験としてここ 1,2 年すごい感じてます。で、ここまで来たら怖がらずに、自分にブレーキをかけずに、もうアクセル全開でやることが自分の成長だったり、変化につながっていくと思ってるので、今まで長くサッカー続けるためにいろんなこと考えて、どうすれば成長するかを考えて考えてやってきた分、これからはとにかく無心で子供の時のような感覚でやることが僕にとってはいいかなっていうふうに思ってます。まあ、無心になることって結構難しくて、何も考えないようにしても血がついてくるから、まあ、これも修行だと思って毎日のトレーニングからやっていこうと思ってます。そうですね、僕はあまり焦ったことはないです、正直に思います。はい、ないです。そうですね、子供のお風呂を入れたり寝かしつけもそうですけど、奥さんが、まあ、忙しい時とか皿洗いとか全然手伝ったりはしますけど、僕が雑なのかわかんないですけど、あまりやらないでっていうのは。まあ、来シーズンに限らず、僕がいつも思ってるのは、選手にも言いましたし、一緒にやっぱり成長しようと。で僕も、今年52になって、でやっぱりまだまだ監督としても、1年目だったんで、本当に選手と共にやっぱりこのチームも成長しなきゃいけないって思ってるんで、やっぱり日々のトレーニングから一緒になって、本当に無心、まあ変なじゃないけど無心になってボールを追いかけて、その結果やっぱりカテゴリーは J2 なんで、J2 のチームは多分いろいろな目標があると思うんですけど、僕自身はやっぱ J2 にいる以上はどんな時でも J1 を出すっていうのはもう当たり前だと思ってるんで、そこを目指した中で一日一日、もしくは目の前の試合を本当に 100% 戦える、最後まで走り抜く、そういう部分をやっぱり選手には求めますし、それがやっぱりそういう試合を見て、
多分皆さんが何か感じてくれて、でそれ、まあ、勝ち負けはもちろん、うん、あの勝負の世界なんであるんですけど、まあ、たとえ、負けた時でも、そういう姿を見せることが僕らプロとしての責任だと思ってるんで、そういう姿を見てもらって、またあのスタジアムでに、応援しに行きたいなっていう思えるような、皆さんが誇れるような、サッカーチームっていうのをしていけたらなと思ってます。